まあ、クラブの目標として3連覇、リーグ3連覇と ACL っていうところはもう掲げてますから、まあ、ここでしっかり勝った上で自分たちの目標に突き進んでいってほしいなと、まあ、J1 優勝を目標にやっていく中で川崎に勝たないと正直優勝なんてありえませんから。富士フイルムスーパーカップは新体制で挑む今シーズンの初戦となりますが、まずは健吾さんが注目するフロンターレの選手、はい、そうですね、まあ、やっぱり昨シーズン MVP のダミアン選手は今年もやってくれるだろうという期待も込めてですし、はい、あとは橘田健人選手、はい、昨シーズンルーキーイヤーながらも、まあ、そのシーズン中盤以降ですね、はい、チームのアンカーとして本当にかなり活躍しましたから、まあ、今シーズンどういうプレーを見せてくれるのかっていうのは期待してました。あとやっぱり脇坂選手14番、はい、背番号を受け継がれて、はい、個人的には頑張ってほしいなと。その背番号を14番にするとなった時は健吾さんにお話事前に聞かれたんですか？まあ、クラブからも話は来ましたし、はい、あと本人からも連絡が来て、まあ、ここまでの14のイメージは確かに中村健吾だったかもしれないけれども、ここからはもう脇坂泰斗の14番を自分とあとはみんなでサポーターの皆さんで作っていってほしいなって話はしました。なので全然気遅れすることなくガンガンやってくれると思います。阿部さんは今の3人の選手どんな印象をお持ちですか？そうですね、ダミアン選手はもちろん前線で、ね、点を取る能力が高いで、まあ、自分でも打開できる技術もありますし、前線からもね、こう守備のスイッチ入れるのにすごく迫力を持っていってるんですよね。でそういうプレーって後ろから見てるとすごい勇気を与えてくれますし、あ、彼があれだけ追ってるんだから後ろもしっかりしなきゃなっていう気持ち多分させてくれるんじゃないかなと思ってて、ああいったプレイヤーは非常に重要だなと思ってますし、14番を背負う脇坂選手、もともと右足も左足も蹴れて技術が高くて、もっともっとゴールに向かったプレー、まあ、彼自身がそういったチャンスでゴールを決める、うん、アシストを増やすっていうところのプレーがこう増えてきたら、新たなこう14番の、あ、これが川崎フロンターレの14番だっていうふうになっていくと思うので、はい、そこはちょっと、要注意なんじゃないかなとは思ってますけど、はい、詳しいの？やっぱそういうふうに相手の時そういうふうに考えながら、まあ、対戦してもそうですし、やっぱ試合見るんで、いや、いいアドバイスです、ありがとうございます。多分見てるかもしれないそうですね、シュートバンバン打つかもしれない阿部さんが注目する浦和レッズの選手は難しいんですよね。それが一番選手かなり入れ替わりましたからね。昨年一緒にやらせていただいた選手の中から選ぶとしたら、はい、まあ、関根選手、柴戸選手、あ、まあ、まあ、14番を、ね、脇坂選手がやっていただいたように僕も柴戸選手が22番をつけて頑張るということを、はい、決まったみたいなので頑張ってほしいですし、あともう一人と思ったんですけど、あと、まあ、2人、西川選手と酒井宏樹選手っていうところをちょっと挙げたいなって思います。ベテランのところ、うん、今年って比較的やっぱ若いチームだと思うんですよね。で西川選手の経験もそうだし、もう酒井宏樹選手の経験というのは本当にこうもっともっとこう世に知れていい部分であると思うんですよね。それをの経験でこうフォローしていっていただければ素晴らしいチームになるんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってたので、4人挙げちゃいました。まあ、まず関根選手はね、はい、もう生え抜きですから、まあ、阿部さんも引退されて長くチーム引っ張ってきた牧野選手だったり、はい、まあ、宇賀神選手もそうですし、また興梠選手もみんな移籍したので、やっぱりその浦和の歴史っていうのはやっぱりそこはね、まあ、西川選手もそうだとは思うんですけど、やっぱ2人はよく長く知ってる選手なので、そういう意味では期待してるっていうことだと僕は思うし、まあ、柴戸選手も、まあ、すごく22番を着た時もびっくりしました正直、うん、阿部さんが来てたっていう番号分かってる上で来たいっていうことだと思うんで、連絡来ました？来ました、連絡、うん、間違えて電話来たんじゃないかなと思っちゃった最初だってめったにかけてくる選手じゃないから、ああ、もしかしたらなんか間違えたんだろうなと思って、間違えてるのかと思って、うん、
で一応メールしたんですよ。どうしたの、間違えてたんだよねって言ったら、あちょっといいですかって言ったから、ごめんっつって出なかったんですよ。鈍いね。ちょっと気づかなくて、気づかなくて一応メールでどうしたの、間違えたのかなって言ったら、実はっていうので電話していいですかって言われたんで、はい、で電話で話して全てを聞きました。まあ、ただやっぱりね、ダブルブランチ組む試合もね、今まであったと思いますし、まあ憧れというか、自分がその番号を背負いたいっていうのをまあ伝えたんですね、多分ね。まあ一緒にやってて、これからもっともっと頑張ってほしいと思っている選手につけたいって、うん、言ってもらえたのがすごい、はい、嬉しかったですね。うん、若い選手が受け継ぎたいっていう気持ちは嬉しいですよね。いや嬉しいですよ。それがまた続いていけばいいなっていうふうには思いますしね。うん、2019年のカップ戦は1対0で川崎が勝利しましたが、はい、まあ、サイスタでやった試合で、まあ、サナがちょっとアウェー感がめっちゃ出ててですね、はい、まあ、ただそれでも自分たちがやろうとしていることは、まあ、僕の記憶では前半から結構出てて、自分たちがボールを握って攻めてた。その年に入ってきた、まあ、ダミアン選手がこうハーフバウンドでこう左足で合わせて決めて、そのが決勝点で勝ったっていう、まあ、すごくこう新加入の選手とこう既存の選手がマッチした試合というか、でダミアンは昨年 MVP 取りましたし、はい、そういう意味ではすごく彼にとってはスタートが良かった大会なのかなって見てて思いました。選手お一人お一人にとっても重要な試合なんですね。そうですね。だからそういう意味で新加入選手はある意味お披露目なので、そのチームでの、それはサポーターの皆さんも期待してるし、すごくワクワクしてるのかなっていうのは、ただ僕はずっと長くいた人間だから、その気持ちはあんまりよく分からなかった。うん、シンクロ選手は多分期するものはひょっとしたら僕ら以上にあったのかもしれない。あの試合は覚えてますね。やはりこうその年の一番最初の試合でありましたし、勝って勢いに乗っていきたいっていう当時の思いもありましたから、それができなかったっていうので、はい、覚えてますね、辛い記憶として。1対0で、はい、年明け1試合目なんですよね、その国内の公式戦が、はい、J リーグの。だからみんな注目するし、まあ、出場が決まってそこに向けて、まあ、チームのキャンプのところからそこを意識、かなり強く意識して臨んでた記憶はありますね。うん、そしてもう一つの注目がフロンターレ対レッズ戦の直前に同じ日産スタジアムで行われますネクストジェネレーションマッチです。こちら川崎フロンターレ U18 対日本高校サッカー選抜の試合が10時20分にキックオフされます。日本高校サッカー選抜はまだどの選手が選ばれるか分かりませんが、健吾さんは高校サッカーの選手権を、はい、見ました、見ました、はい、はい、見てたんで。注目している選手は個人的にいらっしゃいます。そうですね、まあ、もちろん、ね、青森山田の松木玖生選手は、はい、まあ、1年生から出てましたし、で最後優勝してねプロに入りましたから、もちろんそこはそうですし、2年生のね、上村の福田志陽選手、フォワードなんですけど、まあ、僕ちょうどこうアンダー17のロールモデルコーチの時に彼を1回、まあ、指導したことがあって、まあちょっとフォワードらしいフォワードが久々に高校生見たなっていうのすごくあったんで、彼のゴールセンスというか、まあ、そこは注目してほしいな。見てた高校サッカー？見てました。ユースだったけど見てますよ。高校サッカー憧れてました？憧れます。だってめちゃくちゃなんでこんなに人入んだろうと思って決勝戦とかみたいな。いや確かに、いやすごいなって。でほら J ユースのクラブの決勝とかじゃあそこまで入んないんで、まあまあまあ、すごい憧れはありましたよ。それは今大会見てて誰かいました？今大会ですか、うん、まあ、青森山田だったら、ね、松木選手がね、まあ、騒がれてるというかね、まあ、有名ですけれど、まあ、一緒に横でプレーする宇野選手だったりっていうのは、宇野選手がいるから松木選手があそこまで輝けるんではないかなっていう気持ちはありますね。対する川崎フロンターレ U18 のチームは、はい、健吾さん一押しの選手は大関選手っていう中盤の選手いるんですけど、ゲームメーカータイプなんですね。だから最近あんまりこうクラシカルなタイプなんであんまりいないような感じ。昔はたくさんいたんですけど司令塔タイプが、はい、最近ちょっと少ないじゃないですか。そういう意味で言うと、まあ、彼はこう
ボールを自分で持ちながら周りの選手を生かし自分も生きるっていうタイプで、相手も見て、まあ、流れも見てプレーを変えれるっていう選手なので、それってクラシカルだ、クラシカル、クラシカル言ってるわけじゃない、自分のこと言ってるわけじゃない、違う違う違う、いやだけどまあ、彼アンダー17にも入っていて、でちょうどこう話す接点も結構あったんで、まあ、そこは結構話はどうプレーするべきかみたいなのはまあ結構話したんで、そこは多分意識してくれてるとは思うんですけど、それやっぱ似てる感覚なんですか、その話した感じだと。まだ17なんでね、ね、うん、なんか、まあ、話しても多分緊張してるんで、うん、ああはいみたいな感じで話入ってこないですよね、緊張してて多分ね最初、まあ、もうだいぶ慣れて、まあ、ちゃんと彼の意見も聞けるようになってきたので、ちょっと楽しみですかね。楽しみですね、はい。富士フイルムスーパーカップ2022は試合だけではなく全国各地のスタジアムグルメや各クラブのマスコットが集結したりと、いろんな楽しみ方が満載です。川崎フロンターレ対浦和レッズの試合は2月12日土曜日、日産スタジアムで13時35分キックオフです。改めて見どころは、まあ、クラブの目標として3連覇、リーグ3連覇と ACL っていうところはもう掲げてますから、まあ、そこに向けて大事な戦いなので、まあ、ここでしっかり勝った上で自分たちの目標に突き進んでいってほしいなと。そのシーズンを流れを作るためにも重要な一戦です。やっぱり勝って進むのと、はい、まあ、負けてね、まあ、負けて開幕迎えるってやっぱなかなかちょっといいことじゃないですかね、違いますから。浦和レッズはこの3年計画を、まあ、言って今年がね最終の年になるんですよね、まあ、J1 優勝を目標にやっていく中で、川崎に勝たないともう正直優勝なんてありえませんから、うん、もうそういうのを期待してますよ正直。浦和レッズのサポーターの方たちはその方たちのね気持ちもしっかり背負ってこうやってほしいですね。本当ワクワクさせてほしいなと思います。2022年最初のタイトルマッチ、皆さん一緒に応援しましょう。健吾さん、阿部さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。